はい、どうもこんにちは、ハゲレです。今日はですね、フォトジェニックの PG10 というアンプのレビューをしたいと思います。いや、 PG10 って言われても何それっていう方もいると思います。これです。初心者セットとかについてくる割と一番安いギターアンプがこちらです。正直そんなにいいものではありませんが、十分に使えるものなので、その正しい使い方とかお話ししていきたいと思います。ざっくり内容こんな感じ。ちょっと多いな。ギター、ベース兼用、仕様の違い、電源の入れ方、ギターのつなぎ方、音の出し方、ゲインとは、ベースとトレブル、ヘッドホン、スマホをつなげる、 PG10 の総評、こんな感じでお話ししていきたいと思います。まあ最初にここにも書いてあるんですけども、ギター&ベースアンプリファーって書いてあるんですね。つまりギターとベースどっちでも使えるんですよ。確かにね、実はギターアンプとベースアンプって仕組みは全く一緒だから、多くのアンプどっちも挿すことができるんですけども、やっぱりね、ギター用とベース用って結構違って、得意としてる音域が違ったり、目指してるかっこいいっていう音が違うんですね。それ専用にチューンアップされているっていうか、あとは基本的にギターよりベースの方が出力がでかいんですね。その楽器本体から出てくる音のパワフルさが違うので、普通のギターアンプにベース突っ込むと壊れます、マジで。なので、あなたの手持ちのアンプでちょっと試してみようとかもちょっと危険だし、バンド練習スタジオとかでこうベースをギターアンプに突っ込むやつ、本当お前だからな、本当に気をつけてください。なので、普通はギター用のアンプ、ベース用のアンプっていう風に分かれてます。でもこのアンプどっちにも使える。なので、ギターもベースも気にせず突っ込んじゃってください。それでは実際に使ってみましょうの前に、ちょっと言っておかなきゃいけないのが、 PG10 の仕様について。この PG10 ね、割とロングセラー商品のため、いつの間に仕様が変わってたりします。どこが変わってるかというと、ここゲインっていうつまみがそもそもなかったり、ヘッドホンとか AUX 端子とかこの後話すけど、それがないんだよね。なので、そういうのはね、実は同じ PG10 でも型番とかそのまんまなんだけど、古いモデルなんだよ。なので、まあ、最近買った人とかこれから買おうっていう方は大丈夫だと思うんだけど、この PG10 結構昔に買って押し入れから出てきたぞとか、あと中古で買ったっていう方は機能が少し少ない可能性があるのでご注意ください。僕もね、聞いてくれよこれ聞いてくれ実はこの前お茶の水でこの PG10 が中古ですごく安く売ってて、やったー、これレビューしてみようかなーみたいな感じで買ったので、家に帰ってきて改めて見たら、あ、これ旧型じゃんってなって、すげーがっかりしたっていうのがこれだよ。これ買ったんだよ。で、しょうがない、もう新しい方さ、ちゃんと買い直したっつうわけなので、今回は新しい方を使ってレビューしていきたいと思います。もうはっきり言って、絶対こっちでも断然こっちの方がいいんですよ。なので、皆さん気をつけてください。あのメルカリとかで、あ、なんか安いぞっていうのは大体多分こっちじゃないかと思う。ちょっとあの、これ絶対とは言えないけど、わかんないけど、まあこれぐらいだと新品買った方がいいんじゃないかなと思います。概要欄にリンク貼っときます。じゃあ電源の入れ方ね。最初に知っておいてほしいのが、あのアンプって電源必要ですからね。これあの背中からコンセント、これなん生えてるから、これを必ず挿してください。そうじゃないとマジで音出ないから。乾電池を入れて使えるっていうアンプも、まあ中にはあるんですけど、このアンプはそういう機能はないです。なので、じゃあまずコンセント挿しましょう。の前に一応確認しておいてほしいことがあります。ここ一番端っこ、パワーって、いわゆるこれが電源ボタンですね。これ必ずコンセント挿す前に、ここがオフになってることを確認してください。オンの方だけオンって書いてあるんだな。うん、なので、こっちじゃなくて、こっちに必ずしておいてください。そうじゃないとね、これコンセント挿した時に、いきなり電源がボンと入って、このアンプに衝撃が伝わって壊れてしまう可能性があります。皆さん、いきなりギターアンプ壊れちゃったらなんか、やる気なくすでしょ？なので、しっかり使い方を守ってください。っていう感じで、じゃあコンセント挿します。はい、オッケー。ってなったら次はギターをつなぎましょう。ギターとアンプってどうやってつなぐの？それをつなぐためのこれシールドケーブルっていうやつですよ。まあこれコードですね。初心者セットとかにも入っていたと思います。これどっちがどっちとかどうでもいいです。こうまっすぐになってるのとか L 字とかあったり、両方 L 字のもあるし、両方ストレートのもあるし、これもうどっちがどっちとかはないので、まあ好きな方を、片方をギターのここに挿して、で、もう片方をアンプのインプット、ここに挿します。インプットするよというわけですね。じゃあ、はい、OK です。じゃあ、電源をいよいよ入れましょう。その前にもう一つ持ってほしいことがある。ごめんね、早く音出せよって話だよね。電源を入れる前にもう一個、ボリュームがゼロになってることを確認してください。これも理由はさっきと一緒ですね。電源入れていきなり音が出る状態になると、アンプに負荷がかかってしまって、ボッって壊れます。マジで気をつけて。で、ボリュームってどれだ？ここ、レベルっていう名前のつまみです。ここにありますね。これをですね、下げておくっていう。これ、まあ、このレベルがボリュームっていう、まあ、意味です。なので、電源入れる前に必ずこれをと一番左まで回し切った状態で入れてください。よし、じゃあ、いよいよ電源を入れていきましょう。せーの、ポチ。ポチってやると、あ、ここが光るわけですね。うん、ここが赤く光ってない場合は、これはダメだ。もうアンプ壊れてるわ。っていう感じ。
もしくは今挿してるコンセントが死んでる可能性がありますので、他のとこに挿してみたりしてください。まずはここが光ることを確認で、これで電源は入りました。それではいよいよ音を出してみましょう。音の出し方は皆さんご想像通りですね。これレベルってやつ、レベルってやつ、これを右に回していくことで少しずつ音が出るようになります。よし、やってみましょう。ほら出ましたね。はい、これが PG10 の最低限の使い方です。わーっていう感じですね。まあ当たり前ですけど、これギター側にもボリュームっていうのがあるので、これも上げてください。この辺わけわかんなかったら、この辺にあるやつ全部時計回りに回し切ってください。一応もう皆さんがこの動画どこまで見てくれるかわかんないから、大事なことを先に伝えてもね、電源を切るとき、これはまたレベルを一番左まで下げ切ってから切ってください。これでマジであなたのギターアンプ守ることだから、マジでよろしくお願いします。じゃあこっからは、じゃあアンプのいろんな機能を使って音色、音色を変えてみましょう。まずはゲインっていうのがあるので、これをいじってみましょう。これはね、エレキギターの音作りにおいてすごく重要な歪みというものを調整するためのつまみなんだよね。っていうのも、言葉で聞いても全く意味わかんないと思うので、いじってみましょう。今もうちょっと出すか、ボリュームこの状態で音出てるじゃん。音を出しながらゲインを上げてみます。わかります？なんかブワッブワッっていう分厚い感じになってるでしょ。よくわかんないけど、なんかロックな感じになってるでしょ。これゲインをもうちょい下げると、ほらペンペンペンってっていう感じなんだけど、ゲイン上げるとジャ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 っていう風になります。これがゲインというつまみの効力です。でこれ注意点としては、このゲインを上げていくと同時に音量も上がるんだよね。音量はレベルっていうつまみが調整するはずだったんだけど、なぜかゲインを調整しても音量が変わってしまいます。これ壊れてるとかじゃなくて、まあギターアンプの仕様ってそういうもんなので、これ安心して使ってください。この辺のゲインとボリュームの関係性とか使い方とかは詳しく解説してる動画があるので、こちらもご覧ください。概要欄にリンク貼っておきます。じゃあ次、どんどん次いきますよ。で次はその横のベースとトレブルについてです。ここにありますね。この2つはイコライザーといって、音の明るさ暗さを調整するためのものです。って言ってもこれも言葉じゃ何言ってんのっていう感じだから、実際に動かしてみましょう。まずトレブルというつまみから、今ちょっと一旦左に絞り切ってみました。この状態からだんだん右に回していくことにします。そうするとわかりました？これ音がだんだんギャンギャンギャンって明るくなっていったんですよ。もうこれは本当にそういうことです。トレブルは右に回していくと音が明るくなる。以上。それではちょっと一旦これ戻して真ん中ぐらいにしとくか。ベース、その横のベースというつまみを調整してみましょう。音を出した状態でベース、わかりました？また下げて、この状態とベース上げ切った状態の、これなんか音が重くなった感じがしませんか？これがベースの役割です。まあベースっていう言葉、なんかそんな低そうなイメージありますよね。もうそれです。つまりベースを操作すると音が重くなる、トレブルを操作すると音が明るくなる。まあ本当にざっくりした説明でちょっとこれ嘘なんだけど、まあ割とこれくらいの知識で最初は OK です。でこのイコライザーについてもうちょっと教えてくれって方、別の動画で詳しく解説してるので、お時間あったら本当はこっちの動画も見てほしいです。この辺で結構意外とこのアンプもいろんなことできるじゃんっていう風になると思います。あとこのイコライザーってベースとトレブルは真ん中にしておくのが通常です。真ん中ってのはこのね、つまみ真上を向いてる状態、これがデフォルトなので、ベースとトレブルとりあえず両方真上に向けた状態からなので、これが普通っていうことで、低音もっと増やしたいなと思えばベースを上げる、でもっとシャリシャリギャリギャリしたいなと思えば高音トレブルを上げる、そんな使い方がいいと思います。でもまあ分かんなければ真ん中にしておいてください。ただ僕意外とこれ今弾いてて思ったんですけど、ちょっとギャリギャリ強いから僕だったらちょっと両方下げ目かも。なんか僕だったらこれぐらいですね。ベースが時計でいう9時ぐらいで、トレブルがベースでいう10時ぐらい。これがまあなんか使いやすい音な気がするけど、でもこれは弾く人の手とかギター本体の音色とか、あとはあなたの好みとかによっても違うので、別に鵜呑みにする必要はないです。僕は今なんとなく弾いててこれぐらいがいいかなと思っただけでーすっていう感じ。もうこの辺はもう皆さんも少しずつ分かってきた時に、あ、もうちょっと明るい音にしたいなとか、もっと低音出したいな、ちょっとこれ低音が多すぎてなんかデブな感じになってるからなんかやだな
なとか分かるようになる時が来ます。その時まではとりあえず両方真上に向けば OK ですっていう感じですね。この2つはそれこそその電源切る時ゼロにする必要とかもないので本当にそのままもう固定でいいと思います。真上にずっと向けとけばいいんじゃないかなと思います。以上が基本的なアンプの使い方です。このアンプの使い方分かってればとりあえず他のアンプでも使い方大体一緒なのでいきなり人のアンプ借りる時とかもまあ大体こんな感じでしょって分かるようになります。なんかちょっとかっこいいよね。初めて使う機材だけどまあこういう感じでしょみたいな。ギタリストってそういう感じなのよ。うん、ぜひ頑張ってください。じゃあこっから自宅練習用アンプならではの便利な機能を紹介したいと思います。そのヘッドじゃねえ間違えちゃったその筆頭がヘッドフォン端子。まあこんなちゃんとした音をいつでも鳴らせるわけじゃないよね、特に日本の住宅事情そして忙しい現代人は。というわけでそんな時はこの、ヘッドフォン端子フォン PHONE って書いてあります。ここにヘッドフォンを差し込んでください。ヘッドフォン痛いかわいそう。ヘッドフォンです。バビャーン。ヘッドフォンのこの先っちょの端子をねここにバシュッと刺すと、そうするとほらあれこれ音出なくなったよね。これ抜くと音出る。はい、これ音出なくなったよ。うん、音そっちには聞こえてないと思いますがこっち全然聞こえてる。っていう感じなんですよ。うえ、なのでこれいいでしょ。これだったら家族とかご近所さんとか迷惑になりにくいですよねあなたが叫び出さない限りだけどね。ふーとか今俺言った気がするからこれは多分ね普通にうるさいです。そんな感じ。ちなみにこのヘッドホンは基本的にどんなやつでも OK。 ギター専用とかアンプ専用のヘッドホンってのはあるわけではありません。なのであなたが普段使っているヘッドホンでそれで全然 OK です。この辺の音を調整するのとかも全然聞いてこっちから出てきます。ただ注意してほしいのがこの差し込む端子ね、端子の種類ってまあヘッドホンの端子って大きく分けて2種類あるんだよね。小さい方はスマホとかノートパソコンにもついてるサイズ、イヤホンとかヘッドホンはもう1個こっち大きい方っていうのもあるんだよね。うん、こっちじゃないとこの PG10 には刺さりません。ちなみにこれってギターのシールドと同じサイズなのでまあどっちにも刺さるっちゃ刺さる。なのでこのサイズの端子のついてるヘッドホンを使う必要がありますってなった時になんだよ自分のヘッドホン使えねえじゃねえかよって思ったらそこのあなたはご安心ください。先っちょだけの変換みたいのも売ってます。はい、こういうやつこれこっち側にちっちゃいイヤホンのやつ、そしてこっちをここにジャコって刺すっていうこの変換プラグみたいのがあるのでこれをお買い求めいただくと、お買い求めいただくと、うん、まあ用意すると使えるようになります。これ似たようなもんいくらでもあるので好きなのを買ってくれって感じなんですけど、分かんなければ概要欄にリンク貼っとくようにしますのでそこで見てください。もちろんこれがあれば普段スマホなどに使ってるイヤホンでもバッチリ音が聞けるっていうわけだね。まあもちろん家で存分に音が出せるぜっていう方は用意する必要がないかもしれないんですけど、もし夜中までギター弾きたいという方はこのイヤホン、ヘッドホン使うことをご検討ください。まあ、ずーっとやってるとなんか耳が疲れちゃうから休み休みやってねっていう感じですね。で最後にもう一つこのアンプの機能を紹介します。それがここに書いてある AUX-IN って書いてある端子。これなんじゃいと、これオグジュアリー IN っていう名前の端子なんですけど、ここにねギター以外の音をもう一個入れることができるの。 IN だからインプット、ヘッドホンはアウトプットだったよね。こっから音を出す、でもここに音を入れる機能なんですよ。これこの小さい端子でなんか刺さればもう何でもこっから音が出るっつうこと。でもこの小さい端子ってまあこれなんですけども、これこそイヤホンの小さい方の端子と同じですね。これを挿して繋いでてそれ何があるってなった時に、つまりこれスマホのイヤホン端子とかからこうアウトしたのをここに繋ぐことによってアンプからギターの音とスマホとかあとタブレットとかの音を混ぜて聞くことができるんですよ。まあでそのスマホとかタブレットから出せるっつって、それ何の音流しゃいいのって思うかもしれないですけど、それはもうあなたの自由です。例えば iTunes とか Spotify とかから好きな音楽流してギターを弾くとか、あとはね熱心な人はメトロノームのアプリとかを流しながら一緒に弾くっていうのもいいよね。使い方は本当にあなた次第です。まあ、僕のおすすめはですね、なんかね YouTube で萩原優ギター教室っていうチャンネルがあるらしくて、その動画とか流しながらっていうのがまあおすすめですね。あ、これうちのチャンネルのことですね。あ、そうなんですよ。うちのチャンネルではね、初心者さんにおすすめのこのエクササイズトレーニング曲5分間動画みたいのがあるんですね。まあやってることはただの基礎練なんですけど、それ用に作ったオリジナルの曲っていうのが結構かっこいいので、ただの基礎練なのにちゃんと曲弾いてる感じになると思います。なのでこういうのをね、繋いでですね。はい、これ。なのでね、こんな感じでね、タブレットから流します。ないこれ。さえ泣いてんで。アンプから音出てると。で、これに合わせて、その隣を薬指。こうやって、隣の弦を下に練習するみたいな。みたいな
感じに使うのがいいんじゃないかなと思います。まあ基礎練はつまらないって思ってる方必見です。これでまあ一緒に上手くなっていきましょうって、これ概要欄のリンクから動画見に行ってみてください。多くの初心者ギタリストさんがこのエクササイズで着実にギター弾けるようになってきています。とここに使うケーブル、これはねさすがに PG10 には付属はしていないので自分で買う必要があります。でそれこそどのケーブル買ったらいいか分かんないですよね。まあこれミニステケーブルっていうやつ買えばいいんだけど、まあご安心ください。これも概要欄にリンク貼っておきます。分からなければとりあえずこれを買っておくといいと思います。あとはまあただ注意してほしいのは、この小さいイヤホン端子が刺さるやつじゃないといけないから、そこだけ注意ね。例えば iPhone とかってイヤホン端子なくてライトニング端子だけじゃないですか。なのでそこに変換をもう一個刺さなきゃいけないとかでちょっと面倒かもしれないんですけど、一応これもさっき商品見繕ったので概要欄にリンクを貼っておきます。せっかく安いアンプなのにあれこれ買っていくと意外とプラス1000円とかかかっちゃって、なんかごめんなんだけど、ごめんって俺が謝る必要ある？でもまあそんな感じです。はい、おしまい。さあ以上がフォトジェニック PG10 の使い方に関してでございました。じゃあ最後に実際にこのアンプの音質とか商品としてどうなのかっていうお話を言っておこうかなと思います。まあ正直に言いますね、まあゲのゲです。まあそれはそうだよね、だってめちゃくちゃ安いもん。このギターアンプが新品5000円以下で買えるって普通ないんですよ。なのでまあ音質、このサウンドのクオリティで言うとまあ当たり前ですが最低ランクぐらいです。じゃあこれはダメなアンプなのかって言われると僕はそうは思いません。むしろこの値段の割にはすごいよくできてて、まあ音量も結構ちゃんと出るし、ゲイン、この歪みの深さも変えられて、でイコライザーもトレブルとベース、この2バンドある、トーンっていうの1個じゃなくて2バンドのイコライザーがある、でヘッドホン端子があってオグジュアリーインまでついている。これは本当にメーカーさんに感謝すべきことですよ。うん、すごい。でもっといいギターアンプってね、もっとふくよかな低音が出たり伸びやかな高音が出たり、あとはいろんな音のキャラクターが変えられるエフェクターが搭載してあったりしますが、ギターを練習するという点においてこのアンプは割と何一つ不自由しないと言っていい。いいアンプに買い替えたら F コードが弾けるようになったみたいなことは絶対にありえません。そういうもんじゃない。でもちろんね、1万円以上するもう少しいいアンプで音出してみると素人のあなたでもわかるぐらいに音質は良くなります。弾いてて気持ちいい、楽しいってなるけれども、だからそういうところではやっぱりいいギターアンプの方がいいかなって思いますが、もう一度言いますが、このアンプだと上手くなれないってことは絶対にない。なので自信持っていっぱい練習してください。で個人的にはそうだな、まあ、全部込み込みセットで1万円台2万円台それぐらいで買ったギターに3万円のギターアンプっていうのを買うぐらいだったら、3万円で新しいギターを買った方があなたのギターライスはハッピーハッピーになると思います。とまあ僕の動画では3万円くらいでエレキギター買うならこの辺のブランドがいいよっていう動画も出してますので、よかったらこちらもご覧ください。まあざっくり言うとこれスクワイヤーとかエピフォンとかヤマハとかアイバニーズですって言ってます。もうこっちの動画見る必要なくなっちゃったよ。うん、で、またもう少しだけこのグレードの高い自宅用ギターアンプっていうのも紹介してますので、よかったらご覧ください。具体的には、はい、ヤマハの GA15 とか、はい、ちょっとこれ廃盤になっちゃったけどボックスのミニ5とか僕これ結構好きでした。ボックスで言うとパスファインダー10とかもすごい有名だよね。はい、あとはヤマハの THR10 これとかも最高です。この辺概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったら見てください。さあ本日は以上です。ここまで見てくれてありがとうございます。この PG10 はね、それこそ初心者セットに入ってたから使ってるっていう方が本当に多いと思います。なのでもしかしてこの動画で初めて型番知ったぜっていう方もいると思います。まあもしここまで見てもあれ音が出ないんだけど、そもそも壊れてんのかなって思った方はこちらの動画で対処法を解説してるので必ず見てください。でまあなんか終盤でこのアンプちょっと悪く言った、そんなことないかな、うん、なんかだけど、まあもしこれ使ってるんだったら自信持って使い倒していっぱい上手くなってください。結局いっぱい練習したもん勝ちなので、あなたの練習をサポートする動画いっぱい用意してお待ちしてます。チャンネル登録お願いします。それではまたね、バイバーイ。頑張って。